昨日、全国で確認された新型コロナウイルスの死者は一年三ヶ月ぶりにゼロになりました。全国で新たに確認された新型コロナの感染者は162人で、東京で21人、大阪で39人、愛知で16人、北海道と岡山でそれぞれ10人が確認されました。一日の死者の報告がゼロになったのは、 去年8月2日以来1年3ヶ月ぶりです。全国の死者は今年9月8日の89人が直近のピークで、その後は減少傾向が続いています。全国の重症者は100人で、前日から変わっていません。